こんばんは。昔恋人と喧嘩していた時によく不思議な体験をしました。コンセントが、刺さっていないアイロンがついたり消えたりしたり、パソコンの電源が切れたり、携帯が再起動したり、私が激しい怒りまたはネガティブな感情になると起こります。これはお化けさんがいらっしゃっているのか、私の感情が引き起こしているのか、トロサバさんの感情にかぶさっているお化けさんが近くにいらっしゃって、そういう霊障を起こしているのではないかっていうふうに、霊現象の捉え方としてはそういうふうに捉えるのが当たり前だっていうふうに僕は認識しております。つまりね、怒りですとか悲しみですとか辛さですとか、そういう感情のところに、そういう感情を持って亡くなったお化けさんっていうのは寄ってきやすいんですね。なので、そういうような現象を起こすようなお化けさんが近くにいらっしゃったんじゃない、来てしまったんではないかなっていうふうに、まあ言われていますよ。私もそういうふうに感じます。ああ、やはりそうなんですね。当時は階段を登ってくる足音がしたり、人間がそこにいるような気配を感じていましたが、もしかしたら間違っていたのかも。すごくお化けさんの気持ちが伝わってきました。共有ってしまったのですね。これはいけないと思って強い気持ちで追い払えたので、ああ、よかったです。よかったです。お化けさんの気持ちもね、拾っちゃうとキリがないとかありますのでね。だって聞いちゃったらやってあげなきゃいけないってことあるじゃないですか。ねえ、ありますよ。僕も個別さんですとかでね、お会いしてね、お化けさんの気持ちを聞いたらね、お預かりして僕やってやんなきゃなっていうふうに思ってお預かりするときがあるのでね、関わるとやっぱり気になるじゃないですか。カード下の靴磨きじゃないですけどね、おっちゃん今日全然ダメなんだ、点でしけてんだとかって言ってさ、母ちゃん病気なんだ、父ちゃん死んじゃったとかっていうふうに言われたらさ、しょうがねえなって言ってね、坊主、そんな気になるじゃないですか。だからお化けさんにそういうことを言われちゃうと切なくなってくるんでね、聞かないもの聞かない方が安心かもしれないですよ。夫が神社に毎日お参りしているのですが、時間的に余裕のある夜の9時ぐらいになってしまいます。夜間神社に行ってはいけないと聞きましたが、パパさんはどう思いますか？いやいや、それは仕方がないですよ。だって昼間の都合っていうものがあるんですから。夜、まあもちろんね、神様が夜そこにいらっしゃるかどうか、神々しく昼間行かれるに越したことはないですけども、お参りに行けるかどうかっていうのは、こちらの事情もありますからね。僕は夜でもね、駐車場やら何やらに向かう途中の神社のところに必ず手を合わせてまいりますよ。夜でも何でもね、寝ててもいいからご挨拶しようっつってね、うちの母が突然今日か明日かといった大変な状態になってしまう。いや本当に、全てのものにおすがりしましょう。神様、仏様、キリスト様ね、ご先祖様、全てのものにお祈りをしましょう。どうかね、お母さん助けてくださいってね、一生懸命お祈りしましょう。頑張ってな、母ちゃんって言ってね、ご先祖様にもまだ母ちゃん連れてかないでくれよって言ってさ、一生懸命お願いしましょうよ、本当に。さぞやおつらいっていうふうに思います。僕も一生懸命お祈りします。頑張ってください、お母さん。パパさん、先ほどは温かいお言葉ありがとうございます。質問です。母が入院しました。延命治療中、苦痛が伴うため、それを感じない薬を投入されているようで、電話は普通に出るし、本人も回復して退院するつもりですが、もう、治療法がないと言われてしまいました。本人が薬のおかげで苦痛を感じないまま亡くなるということは、本人は納得しているのでしょうか？死を受け入れられているのことでしょうか？いや、死は受け入れないと思いますよ。僕も半分以上延命治療ですけどね。日進月歩の医療の中でね、希望というものはね、必ず今はなくても明日できるかもしれないんですよ。なので、今延命治療をして苦痛を和らげているということが、どれほど大切かということが、明日になったら新たな希望に変わるかもしれませんので、死を受け入れる必要はないと思います。生きるための希望をいつまでも持たれることの方が大切だっていうふうに僕は思っております。はい。頑張りましょう。本当に頑張りましょう。
僕もね、一応ね、文学採点団と言われてる慶応の方に通わせていただいておりますけどね、お医者さん必死で頑張ってますよ。毎日毎日、毎日毎日ね、一人の命でも助けようと思って、本当に頑張っていらっしゃいます。本当に今日ダメでも、明日はね、新しいものが発見されるのが、今の医学でございますからね。どうか、そうやってお信じになって、ね、過ごされるっていうこと、希望を失わないっていうことは大切な、大切なことだと思いますよ。生きるための希望を持って、あ、本当ですよ。それは本当にね、一番大切なことですよ。医者なんていうのはね、統計でもしか物言わないですからね。それで明日死ぬって言われてる人だって、20年生きる人もいれば、健康な人が明日何かの事故で死んじゃう場合だってあるわけですからね。確率の問題ですから、希望は確実に持ちましょうよ。家でたまに黒い影を見たりするのですが、見間違いなのかなって流しているのですが、流している方がいいと思うんだけども、それによってちいちゃんさんが心が沈んでしまったり、ちょっと良くないことが続いたりとか、そこら辺までちょっと通り過ぎた後のことを考えられてみるといいですね。それによって平穏無事な生活が送れているとしたら、ご先祖様かもしれないのでね。ご先祖様だったとしたら、守ってくださってる方なので、それはそれとして、大切になさった方がいいと思いますよ。他の係には厳しい祖父は私にだけ、優しかったのですが、生前じいちゃんが死んだらずっとそばで見守っているぞと言い続けていました。素敵なおじいちゃんじゃないですか。うちの父親も言ってましたよ。俺は死んだらずっとそばお前のそばで見守ってるからなっていうふうにね。何言ってんだ、100まで生きてくれよって言ってね。100まで生きたら100万円もらえるんだぞなんてね。調子いいこと言って騙して100まで生きてってもらいたかったんですけど、残念ながらね、火事になってしまってね、亡くしてしまいました。でもまあおそらく自分の年が100になるぐらいまでは僕のそばにいてくださるんじゃないかなっていうふうに思ってます。きっとお近くにいらっしゃいますよ。